皆さん、こんばんは。ごめんなさい、まだメイクしてますね。というわけで、メイクしながら配信していきます。よいしょー風呂上がりではない。うわ、今日さ、天気がいい日にさ、ちょっとさ、外をさ、マスクに帽子でさ、帽子かぶって日差しも避けながらさ、歩いたけんさ、なんか前髪ぺしゃんこなんやけど、前髪ぺしゃんこなんだけど、こんばんは。そう、2周年コンサートが決まりましたね。TU ハイテイト研究兵の2周年コンサートが決まりまして、まだね、出演メンバー未定なんじゃけど、どうなるか楽しみですね。今日も安定のトウモロコシのフィギュアちゃん。秋だねとか言いながら、今日久々にちょっと暑すぎたので半袖を着ましたね。今研究生って言った？研究生って言ってしまった。今までの名残が。こんばんは、秋だね。パイの実さん、かわいい、ありがとう。お、ジトクさん、22日の僕隊初めて当たりましたって。楽しもうね。どうだった？みんな申し込んでくれた方は当たったかな？お、22日よろしくお願いしますって。楽しみましょう。お、参りますって。参ってください。お、22日の僕の体育館取りましたって。すごい、みんなありがとうございますよかったら、黄色と緑にペンライトをしてくれたらめちゃめちゃ喜びますね。他のファンの人も、ユニットの時ぜひ、私は愛しさのディフェンスなので、よかったら黄色と緑にしてくれたら喜びます。あ、そう、七並べ、お昼ありがとうございます、皆さん。あ、僕も僕と当たりましたって。外れたの俺だけピエンって。大丈夫だよ、次申し込んだの当たるから、絶対当たるはずだから当たると確信はないが、次に。はじめまして、こんばんは、カモさん。そう、ディフェンスです。お、22日メンバー的に行きたかったから嬉しいです。ありがとうございます。よかったな、私のペンライトカラーにしてくれてたら、ちょっともう確実に爆裂送りますんでよかったらお願いします。こんばんは。あ、2周年申し込みましたって、すごい、早速ありがとうございます。髪の毛を金髪と緑のツートーンにするのあり？あ、超あり。探すよ22日。
延べ配信見る準備完了って、ありがとうございます。ね、楽しみちゃんやね、楽しみちゃんちゃちゃんやね。顔面がやっとあのね完全とは言えんけどちょっと出来上がったので、この配信中っていうツイートをしようと思います。少々お待ちくださいませ。ちょっとあの換気扇の音がうるさいかも、ごめんなさいね。最高にいい時間に配信ありがとうって、お、すごい今日も来てくれた、ありがとう。うん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 。ドゥ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 。はじめまして、はじめまして。よいしょと。よいしょと。ここから入って。こうやって。みんなこんばんは。双子のパンダの名前ね、なんかね、そう、何やったっけ、シャオシャオとレイレイみたいなそんなじゃなかったっけ、なんか見た、なんか見た気がする、ニュースになってるの見たかも、ネットニュースになってるの見た。今日はこれ、これ、これポニーテールって言ってもさ、いいよね。お、え、ポニーテールが伸びてる。今日はポニーテールがすごい。うまっ。キラン。ポニーテールが伸びてるわ。すごい。ポニーテールが伸びてるですな。え、当たっとる。あ、すごい。私の記憶力すごいわ。シャオシャオとレイレイよね。すごい。私の記憶力をみんな褒めておくれ。グッドイブニング。今日ね、ちょっとね、昨日ね、注射を打ったけんさ、ちょっとさ、あの朝はさ、メールを送るぐらいの元気しかなくて、皆さんごめんなさい、あのツイートできなかった。お昼にやっとなんかお昼に謎に やる気スイッチがバーンって入って、でもちょっとなんかまだ左手が筋肉痛みたいな感じがする。そう、ワクチンでもまだね、2回目じゃないのであれなんですけど、なっちゃんツイッター頻度高いイメージだよね。腕は上がる、ヘイヘイって上がるけど、なんかちょっと筋肉痛みたいな、ちょっと筋肉痛みたいな。そう、体がなんかさ、こう寝返りを打ってさ、寝返りを打ってさ、起き上がらんにゃいかんやん。その寝返りをさ打とうと思うとさ、こっちのさ、なんかここが下になるけんさ、おうおうって何回もなりながら、お昼ぐらいに立ち上がりました。頭痛はないですね。でもね、熱はね、まだ1回目なのに出ないですね。1回目はそういう感じでしょ、なんか筋肉痛みたいな感じでしょ。だから、あ、ちゃんと自分人間だったわって思った
人間だって思った。私人間だって思ったよ。2回目が大変ですねって。そうなのか。でもなんかさ、3週間後にさ、なんか絶対、まあでもさ、3週間後がおすすめっていう感じなんでしょ、なんかにしたらいいよって感じなんでしょ。ドキ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 しておりますね。私の眉毛どこ、みんな。ね、私の眉毛知らない。そう、私人間だったわ。あった、眉毛、解熱剤。解熱剤は私は常備しているので大丈夫でごわす。ポッ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 ポ。今は4週間後がおすすめかも。へえ。うちにありましたって。出張しとる眉毛が。私ほんともともとの眉毛がさ、すごいさ、立派だからさ、こうさ、なんか筆でさ何回か撫でるだけでさ、あら、なんということでしょう、眉毛爆誕って感じなんですよ。そう、最近眉毛を整えてちょっと平行からね、脱平行眉したんですよ。脱平行眉して、ちょっと理想の眉毛に近づきました。へえ、そうなんや。よく調べなきゃだね。なっちゃんの CM ナウのチェックの服って4番勝負のバッグのイメージから来てるんかな、かもしれん。スタイリストさんがあれかな、あの子はチェックのものよく持ってるからみたいな、チェックにしようみたいな。頑張れ。ツイートコメントしてきました、どうも。マロマユ、この筆良いよ。ポニテと聞いて、あ、これはポニテですかね。そう、みんなにちょっとこれはポニーテールなのかを判定してほしい。あ、待って、あれだわ、私テロップしてなかった。ポニあ、CM ナウ発売中だ。シュク CM ナウ、みんな通常版でもう見たよって方います？購入して。トゥルルトゥトゥ、うまっ、いらん。おお、はーいって、すごーい。セリアにインコのスマホリングを売ってました。なんか私何回か買おうとしたことあるかも。私ね、スマホリングね、あんま使わんかもしれんな。どうなんやろ、スマホリングをさ使ったことなくてさ、あまり便利さをさ知らんのやけどさ、みんなスマホリング使ってます？
と便利な点をさちょっと教えてほしいんやけど、私に。そう、なんかねずっと欲しいスマホリングがあって、それを買うか買わまうか悩んどる。あ、本屋になかった？なんかね、そうだよね。そう、昨日皆さん、あの地震大丈夫でしたか？あの大きな被害はなかったですか？かなり揺れたみたいだけど、なんかその影響でなんか入って来てないっていう場所もあるみたいだし、スマホの熱さをどうにかして。はあ、プールゼファーさんハートたくさんありがとうございます。使ってない、使ったことない。つかまん、使ってるって。スマホ立てがないときに便利。ほうほうほう。ツイッターでハシビロコウのスウェット見ましたって。ハシビロコウのスウェットあるんだ。テーブルに置いて動画見られる。指のサイズが分かる、どういうこと？ポニーって聞いて見に来たって。みんなポニーに釣られてきてるな。あ、CM の通常版もナビウキングだけページが多かったね。ありがとうございます。1位でギュッとしました。そう、なんか山口もそうなんよね。なんか1日遅れみたいなの。やっぱり山口だけじゃないんだ、広島もなんだ。広島もなの、意外なんだけど。大丈夫だった？おお、なっちゃんのアクリルが層になったやけん無事だったか。うん、カレンダー T シャツ。ありがとうございます。さっきもエレキギターの練習しよった。すごい。あら。あら、白猫さんありがとうございます。そうよね。親が慌ててテレビを押さえたらしい。すごい。お、特装版発送中みたいですね。なんかみんなあの発送通知届きましたっていう方がたくさんいるよね。CM なお階段で上向いてるなっちゃんの目力がいいですって。おー、ありがとう。リング使うとお風呂の中でも落とす心配がないから安心って。え、私ね逆にね、あのあれなのよ、お風呂に入るときさ、なんか専用のさ、なんか防水の袋に入れてさ、あのお風呂入るからさ。そうだよね、リングをつけてしまうとあの入らなくなるっていうあの悩みがありまして、その悩みがありまして、スマホリング使い慣れてないと結構落とす。それは大変だ。まあまあ揺れた。あら、あれ、スウェットってさどうやって、スウェットって長袖なのかなって思った。そう、いただいたよ、 T シャツ、ファンの皆さんからのプレゼントです。ファンの方からの。あ、ハシビロコのカレンダー届いたかなって。届いたよ、ありがとう。
あ、もうあっちに飾ってますわまだ2022年なの2022年なのにさ、飾ってるんだけど。ポニーテールをするとき口に紙ゴム加えるのが大好き侍でござるって。はあ、そんなんね、あ、見たことないよそんなんやっとる人見たことないけん、ほんまに。あれはさ、あれはさ、いつさ、ああいうさ仕草誕生したんってめっちゃ思う。あの仕草ってさ、いつ何で誕生したんだろう。あれかな、なんかのさ漫画とかかな、なんかの漫画の描写でみたいな、なんかそのヒロインがみたいな、かな。見たことないもん、やってる人。こんばんは田辺、暑すぎてまだ冷房つけてるんだが。まだ暑いの、もう私涼しくなっちゃったとか言いながら半袖着てるからね。半袖着てるからあれなんだけど、そういう時はもうタンクトップになろう、タンクトップになりましょう。シャンプーハット、スマホリングは落とさないためとフリック入力しやすく、はあ、でも私フリック入力ができんのじゃん。タイミング良ければ明日受け取れるかなって。おー、いいね。あら、田辺さん何歳ですか。何歳に見えるでしょう。あ、絶対上に見られるけんさ、上に見られるけんちょっと自分で名乗るわ。20歳、二十歳だーす。リングつけるとスマホ無限に持てる無限お、サイン入りの募集、合言葉鍋ゆきんぬを、鍋ゆきぬ、痛恨の入力ミス、オーマイガー、んが抜けとる。そうよね、そうよね、ぬさんじゃなくてんぬさんなんや。いけないものがなんじゃなんじゃ。西川さん、べっぴんさん、ありがとうございます。なっちわーんって、 ありがとう、かわいい。こんばんは、桑田さんや。毎年やってる海峡館のイルミネーション水族館中止になりました。でもまあそうだよね。五条悟のフィギュアまだ届いてないんじゃないかな。グッズに各メンバーごとにスマホリングあったっけって、どうだっけ。作りたいんだけど。本音話会サンタ申し込みました、ありがとう。こんばんは田辺、あ、お疲れ様です。ラジオネーム恋するうさぎちゃん、まさか実在しないの。しないと思ってる。今日も早いね。そう、今日も早い。こんばんは田辺、こんばんは。ね、そう、普通はちょっとみんなの夢を壊すかもしれんけど、髪を結ぶときは口にくわえたりせず、普通に手に輪ゴムを通して結びます。あ、22日当たりました。僕たい楽しもうね、踊ろうねポニーテールするときにちくわを食べてる人はいそう。まあ似てるけど。部屋30度ある、え、それ灼熱じゃない。あ、でもと言っても私も 27.7 度ですね今、部屋暑いね。これは久しぶりにお邪魔します、どうも。来週の月曜日を祝日だと思い込んでいた。どういうこと、どういうこと。来週の何、来週の月曜日に何があるちょ、待って、来週の月曜日祝日だと思い込んでいた。私はね、ほぼ曜日感覚をね、失っているのでね、曜日感覚を失っているのでね、無敵かもしれないですね私は。あ、対戦ありがとう、あさん。
僕もつけてる冷房こもった空気が嫌なのよね。そうわかる。なんかさ暑いなって思ってさ、なんか冷房つけるのはね、なんかねうんって感じないよね。なんか私あの最近あの窓を開けて換気をすることの良さに気づいた。やけん今日なんかプチ断捨離ができたんかもしれん。私なぜか今日お昼からめっちゃアクティブになってさ、部屋の中のものを断捨離し始めたんですよ。あそう、私はフリック入力、あの時代にあの時代に置いていかれたあのフリック入力ができない人間なんですよ。私フリック入力できん。やけんこんばんはって打つとき、クキクケコワオンみたいな全部連打するの。でもね連打の割にはね結構打つの早いらしい。ガラケーはもちろん使ったことあるよ。小学校の時持ってた。こんなアバターがありました。これはなんだ。なっちゃんジュースやん、かわいい。じゃずっとそれでお願いします。やられたいし、ありがとうございます。フリック入力逆にみんなできるの、すごいなって思う。できる人、あ私もできませんって。スウェット橋尾旅行でなっちゃん、え橋尾旅行でデザインしてなっちゃんに送って絵で使って、もちろん待ってる。あの長袖だと嬉しいかも。これからの季節ちょっと長袖だと嬉しいかも。長袖のスウェットだと嬉しいかも。オーマイゴッド、オーマイゴッド。あ、ぶっちゃけ心はね18ですよ。風立ちぬ。あ、応募忘れとったから助かったって。おお、よかったよかった。10日までよね。ああ、課外活動ユニットごとのやつだ。あれさ、めっちゃ欲しいんだけど。可愛いよね。え、な、私はもう、え、リトルチャーミングドリップのもあったんだっけ。会議なんで入れとしますって。はいと。え、リトチャーのやつもあるんだっけ。でも私はもうチャートリさんなんですよ。仕事行ってきまーすって。行ってらっしゃい。30分からかな。今日の七並べは9時からまたゴールデンベッドタイムにやります。あいつもお昼は12時から9時。あくぼぼぼぼ、やばい。ちょっと今の自分の発言にびっくりした。12時から13時59分までです。こんばんは。検閲中だと思われる。そろそろ道編みできるかな。どうだ、ね、今さ水飲んだらさ、なんかあの気管に入ったんやけど、気管になんか一粒の雫が入っていって、今なんかもうめっちゃ今苦しい。隅に俺はしび旅行ちゃん好きですって、ありがとう。今日は肉まん買わなかったの。エビまん。肉まんは今日は買わなかったですね。今日の僕隊からお見送り復活してるねって。おお、そうなのね。センターで踊りたいって。ああ、もともと体育の日だったのか、月曜日。今日も暑かった。最初の予定では祝日。そういうことか。うう、
例年なら体育の日。そういうことだね。そういうことだね。公園の髪型が、あ、そっか、今日から髪の毛アレンジできるんか。楽しみなんだけど、私はこのために髪をね、今ね、頑張ってね、伸ばしているからね、楽しみだわ。札幌の気温は15度だよって、おお、いいね、涼しい。今日はね、そう YGK 予約スイッチ押されました。ねえ、フリック入力できんよ私。お、できるぞって。自分ローマ字打ちですって。わお、斜め上だ。ローマ字入力じゃない、フリック型ですって。2060年もスマホ連打入力しますよ私。どういうこと？レンダーはポケベル世代だって。スマホ連打同盟をみんな組もうじゃないか。指の筋肉になるよ。指の筋肉が鍛えられるよ。半袖でワイルドに行くのもあり。プレゼントは即断捨離せんで。やめてよやめてよ、そんな。私はもう大事に大事に、あのみんなからいただいたプレゼントをね保管しているので、これから使うよん。ファミマで肉まんフェスティバルやってるよって。なんかね、去年かな、去年のこの季節にさ売ってたさ、エビチリまんってめっちゃ美味しかったんよ。エビチリまんってあったの知ってる？並びは9時からしまーす。 T シャツ送ってしまった、スウェットねって。そうやね、あのなんかもうすぐになるとちょっとレッスンでもあの半袖やと寒い時があるんよ。そう、お考えときますって。ありがとうございます。気分は18やね。まだ売ってるんかな、どうなんじゃろう。久しぶりにハシビロコちゃん半分以上の体型見てた。確かに今日はチュコンって座ってる。ほうほうほう。やばい、みんなからたくさんコメントをいただいていて、私は全部今読んでいるのだが、リトチャグッズがレアになるね。え、あのリトチャのグッズさ、 T シャツ、リトチャの T シャツもう生産されんのかな。欲しいんだけど、リトチャ T シャツ。え、あのリトチャのグッズ出たやんか、あれさ、まだもう売ってないんかな、どうなんだろう。まるっとゲットしとけばよかった。なっちゃんさっきまで寝てたやろって。寝てないわ。めっちゃね、あのね、めっちゃ動いてたよ私。あのお皿洗いしたりとかいろいろしてた。そういうことか。一日中うどん、すごい、うどん生活。スポーツの日、あ、そっか、スポーツの日か。体育の日って昔の言い方なのか。XJAPAN さんバリの髪型に期待してますって。もうこんなのじゃん、剣山みたいな髪型のやつやん。なっちゃんは公園で高めツインテールするために髪伸ばしてるんだね。高めのツインが見える時が来るのよ。あのね、私のね髪の毛
私の髪の毛で言いますとですね、かなり伸ばさないと無理なので多分見れないですもうなんか髪の毛をさ、なんかそう、なんかね、夏になると切りたくなるけんね。私は渋谷で5時知ってるよ。今日は渋谷で5時やサボタージュでしょ。エビチリマンがあったの。あのね、部屋ね、綺麗になったとは言えないねあの今部分部分でもう部分部分をもう完璧に3日間ぐらいに分けてちょっとこれからあの物を減らすということをしようと思っている。私はいろんなものがいっぱいあるんだよね。ちゃんちゃんこ、え、ね、ちゃんちゃんこめっちゃ欲しいよね。ちょっと今年のさ、今年の冬はね、ちゃんちゃんこをね購入したいと思ってるんですよ。探してるの、ちゃんちゃんこ。可愛くない？ちゃんちゃんこって。普通に私服で着たいぐらいなんだけど、上着で。冬でも半袖は無理やわ。12月生まれやけど無理ですね、それは。月影さん、だるまありがとうございます。たくさんありがとう。何時パジャマ。カレンダーと明日手紙を送りました。読みましたよ。在庫限りの販売じゃないのって。もう売られてないよね。もう販売終了してるかな。T シャツじゃまだ青を持ってるね。大事にしてねかなりリトチャーグッズレアだから、みんな大事にしてね。大事にしてください。キャネクツァだよ。私でもインフルエンザの注射でもね筋肉痛になるんですよ。なんか筋肉注射じゃなかった、なんか筋肉注射っていうんかな、筋肉まで刺さったんかな、わかんないけどさ、なんかインフルエンザの注射毎年さ受けるとさボゴってなる。でもね今回はなってないですね。秋だね。月影さん、ジョージさん、帽子、魔法の帽子ありがとう。レアだで。高めのツイン諦めたらそこで試合終了だよって。私は諦めない。いや諦める。最近は何かガチャガチャした？ガチャガチャね。なんか今めっちゃしてみたいガチャガチャがあるんよ。なんかね、撮影とかのさ時にさ使ってるライトとかあるじゃん、それをなんかガチャガチャで一式コンプリートできるっていうガチャガチャがあって、それが欲しいそれをやりたい。でシルバニアファミリーを撮影したい。昭和生まれかもしれん。そう、私がね高めツインってするとね、流さないとねトトロのメイちゃんになるんですよ。ほうほほほほほほ。ももこさんバージョンを見たことある気がする。ロンリーチャップリン知ってる。スマホ連打同盟加入しましたね。ははっ、ほんとだ。模様替えはね、模様替えはしないかな。模様替え、なんか今の配置が多分結構ベスト。物を減らしたらもうそこはなっちゃんの部屋じゃなくなっちゃうって。大丈夫だよ、
私がいるから、てか時が過ぎれば私の部屋にすぐ戻るから。ちゃんちゃんこ、ちゃんちゃんこ還暦かなって、ほら。ほら今年ベストみたいなの流行って、流行ってるね。なんかジャケットの袖なしジャケットとか流行ってるよ。あら、流行ってるよ。何しろでカレンダー捨てないでください。捨てるわけないやん。皆さんからいただいたものはもう大切に大切に大切に全て持ち帰らせていただいておりますので。戦の基本は局地戦確実に制して全体に広げていくことやでなーって。おー、戦とお片付けは一緒ってことやね。やばいやばい、ちょっとコメントがさ、ありがとうございます皆さん。ちゃんちゃんこ、そう、なんかこの前ちゃんちゃんこをね見かけてね、あ、私ずっと冬になると追い求めちゃったんこれじゃってなった。なのでゲットします。今年はなんかね、もうね、本当にもう絵に描いたような、あのこたつの中でみかん食べるときに着とるみたいな赤チェックのちゃんちゃんこを絶対に買う私。ふふふ、STU のカレンダー作ってほしい。いいね。なっちゃん高確率で夏生まれと思われる説、確かに私真冬だぜ。イタチャーグッズ電車に乗る、聞いてみる聞いてみる今度。注射はね泣きませんね。私あの痛覚が意外と弱いんですよ。そんじょそこらのことじゃ泣きません、ね、瀬戸の誠司さん、トムありがとう。山ちゃん秋だねありがとう。なちゃまこさん、もみじありがとう。湿布貼るのよきみたい。湿布、待って、話がいろいろ、ちょっとごめんなさいね。ワークマンなんかいいって言うよね。ワークマン女子みたいな、結構高性能らしいじゃん。そうそう、2期生の2周年公演あります。申し込み受付中でーす。そうそう、こんばんは。ハシビロコウのガチャガチャって結構あるよ。引っ越すならひどいワンルーム、部屋数の多い部屋って、部屋数が多い部屋がいいです。今まで一番笑ったガチャガチャは池から出てきたゴミのガチャガチャっていう、面白そう。部屋が散らかってるのは夏木部屋なんだよって。演歌、演歌はずんどこぶししか知らんか。純烈さんって演歌なんかね、あんまなんかどうなんやろ、演歌なんかね。なんかめっちゃあの一世風靡しとった時めっちゃ聞いてた。え、そう、島村に売ってるのよちゃんちゃんこ。そう、よしさんレインボースターありがとう。え、いいね、鬼太郎柄のちゃんちゃんこいいじゃん。そうしようかね。いや、あー、こたつが欲しくなるぞ。いや、あの電気毛布で頑張るわ。こんばんは田辺。まっちゃん MA1 のジャンバー持ってそう。あー、持ってた。私はどこ担当だろう、冬かな。誕生日で言えば冬だね。危ない、私あの鬼滅の無限列車編を見逃したかと思った。まだよね。月影さん魔法の帽子ありがとう。ねえ、ワークマン高性能。マエストラのあの服いいよねって。ああ、つなぎ、つなぎのやつ。いや違う、ジージャンみたいなやつ、ジャージとジージャンみたいな。カルカンさん、コスモさんありがとうございます。あの部屋数がなんで多いのがいいかっていうと、あのあれですね、はい、あの一つの部屋にちょっとこうドンと詰め込めるっていう。カニカニ、
歌謡曲なんだ。へえ。ねえ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 、9時からさ、ちょっと配信やりながらして並びやってもいいですか？配信やりながら30分間だけやってもいいかな？あ、わかった、私ちゃんちゃんこじゃなくて反転だ、それだ、反転ってやつだ。かわ、お、トンジロー、確かにトンジローってあれちゃんちゃんこなの。私ね、春夏秋冬ね、ずっと羽毛布団出してる人ですはい、一番星桃次郎さん、コスモさんありがとうございます。部屋多いと掃除大変。おお、詰め込めるくない？あ、追いついた。反転あったかい、反転、反転、そう反転だ、私言ってるの。ちゃんちゃんこはあれだ、なんだっけ、60歳の時に着るやつ。そう、え、ルンバっていいよね、ルンバ、ルンバっていいよね。あの実家にさ、なんか気づいたらルンバちゃんがさ、あ、ルンバちゃんがねいるんですよね、はい、気づいたらルンバちゃん、ルンバちゃんいてびっくりした。なんかね、私ね、もしもね、私的理想な部屋は、あのめっちゃウォークインクローゼットみたいなのがあるお部屋がいいな。キタロウが着てるやつが、あ、ちゃんちゃんこは袖がないのか、そういうことか。キタロウ、キタロウのやつか。ルンバは床がないとダメなんだぞ。私の部屋床あるしとか、グゴゴ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 ってこと、そういうことですか。あ、ちゃんちゃんこはないやつか、袖が。反転さんですわルンバが歩き回れるくらい部屋をきれいにしなきゃいけない。ガッ、床見せてみ、いやでーす、断固拒否。抵抗するで、ウケる、私なんか酔っ払いだと思われとる。トウモロコシ茶しか飲んでないね。誰だ誰だ、私の部屋はダンボールでいいだと。じゃあ巨大ダンボールお待ちしてます。ダンボールってな、高性能なんだぜ。今日は水と今日飲んだものは水と緑茶とコーン茶だよ。多分今日はお昼からなんかやる気スイッチが入って、なんか元気があります。固形物入れてないのってどういうことだ。ああ、何か食べたってこと。なんかね、今日何食べたっけ、ラーメン食べたわ。そう、なんかここ最近さ、なんかこってりなものがさ食べれてなくて、なんかお肉食べるって言ってもおろしポン酢、
にネギとかでなんかさっぱりした味付けで食べてたんよ。で久々にあのね超こってりなもの食べたんよ。豚骨ラーメンみたいなの食べて、ちょっとそうお昼にやっと動こうとなって、そう動いてその直後に豚骨ラーメンを食べて、ちょっとねうっってなったよね。そうおってなって、そこで多分かなりのエネルギーチャージができて元気なんだと思う今。え、なにサンマのアバター、かわいいじゃん、超かわいいじゃん。久々食べたけど美味しかったわ。スーパーでみかんの詰め放題しました。いいね。なんかみかんってめっちゃ別腹じゃないですか。私なんか毎日3つぐらい食べちゃってる、別腹で。天下一品のカップラーメン、へえ。ねえ、豚骨ラーメンって美味しいよね。ねえ、チャーシューってチャーシューって言うん？チャーシューどっち？あ、これ分からんわ。チャーシューどっちやろう。チャーシューって美味しいよね。美味しいよね。長州力さんと一緒。長州力さん、チャーシュー力さん。チャーシューか。じゃチャーシューだ。寒くなると味噌ラーメン。いいね。なんか一回ね、なんか味噌ラーメン専門店みたいなのに行ったことあるんですよ。そこで食べた味噌ラーメン、なんか私ラーメンの中で一番味噌ラーメンを人生で食べたことがなくて、そう味噌ラーメンの専門店行ってなんか食べた味噌ラーメンがめっちゃ美味しかった。ヘタレタチオじゃないの？ヘタレタチオ、ヘタレはヘタレ、ん？ヘタレタチオやろ？ヘタレ分かんない。チャーシューメン、こんばんは田辺。味噌ラーメン美味しいよね。今めっちゃカップヌードルのカレーを食べたい。カレーのカップヌードルって美味しいよね。チリトマト久々食べた。インコってみかん食べるのね。クーちゃんってねみかんじゃないご飯以外ね何も食べんのよ。一番星桃次郎さん、コスモさんありがとう。カルカンさん、コスモさんありがとう。月影さん、秋だねありがとう。コーンバター醤油ラーメン、パン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 、くしゃみ出そう。あぶない。今さ、このさ、配信してるさ、携帯でさ、七並びログインしてるからさ、ちょっとこっちの端末でログインしなきゃ。ちょっと待ってよ、七並びの準備します。で、くーちゃんね、あれなんですよ、あの、ずっとね、昔からね、あれなんですよ、あの普通のさ穀物みたいなご飯あるじゃないですか、よく鳥が食べてる、その
その穀物の餌しか食べんのよ。なんか他の食べ物に結構警戒心があるんですよね。カップヌードルも、カップヌードルの味噌、ほう、スープカレーラーメン美味しいよ。いいね。きなちゃんはルンバ大丈夫？くーちゃん、くーちゃん配信してんの？くーちゃんルンバに乗れますかって。乗れんな。ジョージさん秋だね、ありがとう。カップヌードルの炭酸ね、気になる。ジンジャーエールみたいな味するらしいよ。ポンポッポン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 。あら、ありがとうめいちゃん。お、1月9日当たったよーって。トモさん待ってるね。そう、インコ、くーちゃんもめっちゃオーツ麦っていう、オーツ麦っていう麦があるんですよ。それがめっちゃ好きなんよ、くーちゃん。しゅレモンティーの匂いがする。紅茶の匂いがする。くーちゃんがルンバに乗ってるとこを見たいって。いや絶対乗らんだろう、絶対乗らんだろう。乗ったらびっくりしちゃう。ほほほほ、そう、くーちゃんグルメなんです。オーツ麦はね、オートミールとはちゃうかも。どうなんやろう。でもオートミールって何でできとるんやろ、今思えば。というわけで皆さん、七並べの準備はできましたか？9時12秒から始めていくよ。9時12秒から七並べをやっていこうと思うから、ちょっとテロップも変え始めるね。よかったら端末2個ある人ぜひやりましょう、配信見ながら。ほい。ほな、コーンフレークとちゃうか。ゴールデンブリッツタイムやりましょう。こんばんは。そろそろこんばん渡辺スタンプが欲しいです。ぜひゲットして。あ、こんばんか、こんばん渡辺か。なんかね、こんにちは渡辺とこんばん渡辺のなんかね、3個ぐらいなんか提出できるんですよ。多分ね、こんばん渡辺はね、あんまりねこんばんはもうこんにちはの方に気持ちを含めていただければこんばんはの時もこんにちで、こんにちで対応してくれたらありがたい。多分次はまた違うのが出るだろうから。何にしたっけな、何にしたか忘れちゃったけどさ出てくるまで。連打のくせに本当に入力早くてくそ、早いよ。9時12秒からやります。皆さんね、ゴールデンベッドタイムが始まってからね入りましょうね。では12秒にお待ちしてます。ごきげんようみたいな感じ。おいー、お、しげさん、かきひこさん、ありがとうございます。なっちゃんカードにしてくれてる方々ありがとう。デンデデンデンデンデデデデン、ブブ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 ブ
いい感じです。走り出し好調でございます。今2人の方と対戦できてる。みんなまだまだこの後も続くから対戦しようではないか。30分、七並べ配信でやるのは32分12秒までやります。配信内ではその後もね七並べでやっていくので、ゴールデンベッドタイムラストまでやっているので対戦しましょう。なんかさ、なんかこんなスタンプさ、なんか私に絡まったさ、なんかさやつでさ、一目見て私と分かるようなさ、やばい全然置けないスタンプでさ、なんかさいい案あったらさ、ちょっとみんな随時受付中、随時受付中です。こんばんはみんな。3位でした。忖度してくれたんかな。サルピオシの方ありがとうございます。サルピオシの方ありがとう。忖度をいただいた、ありがたき。あ、間違えた。では4分、忖度じゃない。ああちょっと待って、ありかも。こんばんは田辺ってこんばんは田辺、こんにちは田辺、どっちもできちゃう。4分12秒です。何分のあれまでにしようかな。あ、何回しようかな。4分12秒です。続いてポー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 、飛ぶぞ、ね、飛ぶぞ、なんか飛ぶぞいいよね。私飛ぶぞスタンプを作ったか作ってないかが、そう忘れた。なんか作ってるって言われたら作ってるような気もするし、作ってないって思ったら作ってない気もする。4分12秒だよ。バンバンバン、この音楽めっちゃなんか眠りを誘うよ。ちょい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 。ちょい。ういうい。どう、しげさん、かきひこさん、ありがとうございます。なっちゃんから見てキムタクさんはおじさんってどうなん？でもさ、キムタクさんのさ娘さんってさ何歳ぐらいなんだろう。てかまず何歳、ご本人が何歳なのかが分かんない。どうなんだろう。私がさ普通にさ兄がいない一人っ子だったら、まあ別にお父さんと言っても言えるみたいな年ですか。どうなんじゃ、わかんないです。48、ほう、
1位になれる。やったー。お、ストラブオフショットムービー、次は私の番かもしれない。やったね。1位ありがとう。私のお父さん何歳だろう何歳だろう。でも兄がいるのでその分みんなのお父さんよりはおじさんかも。でもなんか自分のことをあの渋いって言ってあの高めてるので、多分あれですね、ダンディーになりたいおじちゃんなんだと思います次は8分12秒です。こんばんは田辺。1位だと思って間違えてパスを押してバーストしたことないって。あー、でもなんか一回やっちゃったことある気がする。七並べあるある。七並べあるあるやね。ピヨンピヨン。8分12秒です。集中しちゃいます。ジョーカー持ちすぎ問題あるある。七並べあるある。手が当たってかな。変なタイミングでスタンプ押す。あるある。めっちゃ恥ずかしいそれめっちゃ恥ずかしい。しかもあのしかもさ、あの七並べ、あの手が当たって変なスタンプ押すっていうのはめっちゃあるあるでさ、しかもあのクラッカーをあの全然あの戦いの普通にさ中盤とかなのに、あのクラッカーを手が当たって押しちゃうっていうのが一番恥ずかしい好きな人は別に恥ずかしくないじゃん、みんな愛を伝えようじゃん。ルル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 ル。誰も勝って上がってないのにやってしまった時、恥ずかしい時。しながら寝てるあるあるえ、でも私ね、なんかある日ね、めっちゃ朝にね、なんか目が覚めて七並べ、あ、時間あるからやろうと思ってやった時に、なんか七並べをやりながらなんかこう夢の中に行ったり七並べに来たりみたいな、そう行ったり来たりしちゃう時ある。もうほんとごめんって思いながら。おっと、忖度うどんいただきました。忖度うどん、わー、3位です。1位取れそうな時充電切れるってそれ奇跡じゃん。また会いたい、また会いたいってスタンプあるん？素敵ですね。
次は12分12秒でーす。対戦ありがとうございました。ありがとう。スタンプ買うとき名前書いてないからさ、わかる、それどれが誰のかわかんないよね。じゃけんさ、受けるっていうスタンプさ、あの葵さん考案って聞いてめっちゃびっくりした意外って思って、そのギャップ素敵って思った。こんばんは。トゥンテントゥテトゥテン。次12分12秒です。よいしょよいしょよいしょ。わあ、あるあるその2、回線切れてその間 AI が勝手にトンネルしててピエン。わ、それピエンだ。時々あるよね、私もなんか Wi-Fi がおかしくなってさ、なんか途切れること。確かにね、名前書いてあったら分かりやすいかも。12分12秒です。おい、の月影さん、ありがとうございます。よかったら配信を見てくれてて、あの時間を合わせてくれている皆さんがいたら、あの私を一押しにしてくれたら、あの対戦した時に、あの特別イベント、私今めっちゃ頑張ってるんですけど、対戦した時にその対戦した皆さんが一押しのカードを私にしてくれてたら、あの得点が 1.3 倍になるので、よかったら私のカードをなっちゃん一押しにしてくれたら嬉しいですやっぱこのね、ゴールデンベッドタイムはね、かなりねポイントをねプラスにしていきたいので、よろしくお願いします。こんばんは。ジョーカーはね、いっぱい受け取っちゃうよね。自分がすぐ負けて早く出してスタンプを連打している人いて、腐って、そんな人パパ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 スペードのさん、スペードのさん降ってこないかな。スペードのさん降ってこないかな。はい、バースト。バーストのため4位でした4位でした。次は16分12秒です。七並べの BGM 1万回くらい聞いてるけど飽きないってね。飽きんよね。並べてるんや、並べてるよ。よかったら対戦しようじゃん。なっちゃんカード一押しにしてね。よかったらこの時間だけでもってくれたら私喜んじゃう。16分12秒です。よかったらね、あのね、総合のねランキングも結構上の方に今入れているので、そちらの方もね、みんな一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。デッキになっちゃんカードを1枚でも皆さん入れてくれたら幸せです。私は
ビャンビャンビャン、はいはい、ジュジュジュ、あ、西村さん、クリス星人さん、ありがとうございます。あ、やばい、なんか押しちゃった、間違え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 た、メッセージが、メッセージが来たの、とん、間違えた、押しちゃった、好きなぞ、こんばんは。頭めっちゃな、面白い名前だね。おでこサンシャインってジャスティスやん。なんか私この戦い勝てそうな気がする、この戦い勝てそうな気がする。トンネル、誰かジョーカーちょうだい、ジョーカー欲しいな、ジョーカー欲しいな。誰かスペード埋めてください。スペード埋めてください。ピンチです、ピンチです。あー負けそう。うお、ナイス。あ、クローバー、クローバー、トンネル、トンネルいいですよ。クローバー、トンネル、トンネルでも大丈夫ですよ、構いませんよ。あ、ありがたい、ありがたい、ナイス。もう私はもう全部置けますね、手札、手札私全部置けますよ、置けますよ。忖度してくれても、あ、3位だ。みんなガチやったわ、本気と書いてマジと読む人やったわ、みんないいね、真っ向勝負だったぜ。3位でした。次は、次は20分12秒です。じゃあ次ね、ちょっと20分12秒コンマ0.9秒ぐらいで、ちょっとなんていうんやろ、12分の中でも遅めに押そうかな。10、違う違う、4分おきの12秒の、12秒の中でもちょっと遅め、ちょっと遅め、12秒コンマ9秒ぐらいにしてみよう。勝ってしまいました、ありがとうございます大さん。カードもありがとう。あ、危ない危ない、20分12秒でーす。ビャー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 、なんかやっぱね、ゴールデンベッドタイムはね、あれだわ、3人同時対戦って難しいですね、いろんな方がいっぱい多分やってくれてるから、ゴールデンベッドタイムは。どうだどうだどうだ、どうとか言ってる、言ってすぐに、なっちゃん推し、なっちゃん一押しにしてくれてるみんなと当たれた3人、あきもさん、こっぺさん、ほそさん、ありがとうございます、ありがとう。ねねねねね、すごい、ペンライトめっちゃ振ってくれてる、ありがとう。あ、遅め当たったーって、当たった、ありがとう。やっぱね、12秒の中にもね、みんながね、それぞれが押すね、12秒があるんよね、押すタイミングの12秒が、12秒
バーの 4? あ、間違えた間違えた、スペードの 4? スペードの 4? スペードの 4? あ、スペード89もありがたいです。うお、ナイスすぎる。トンネルだよ。トンネルをした時のなんかね、トンネル症候群かもしれない。うわ、当たらなすぎてグレムリンになりそうって。ダメだよ、絶対当たるから。好きな、ありがとうございます。好きな、好きな。あ、スペードの10、スペードの10待ってます。あ、間違えた、9待ってます。スペードの9待ってます。スペードの9、おっと、皆の者、皆の者、これはさては裏切り行為か。もうおもろいわ、みんな本当にガチだわ。私をバーストさせるなんて、みんな私をバーストさせるなんて、みんなよくやるわね。よくやるわね。よくやるわね。よいしょ、ありがとう、対戦ありがとう。あーあああ、コードはコードだ。次は24分12秒です。24分、あと3回は配信内でやります。配信終わっても4分おきの12秒に10時までやってるので、よかったらそちらでも対戦しましょう。こんばんは、渡辺。何？24分12秒です。おお、すごい。これ誰？プチ断捨離、プチ断捨離さん誰ですか？プチ断捨離さん、のむのむあきよしさん、ちーちゃん、対戦ありがとう。すごい、ありがとうございます。たくさんペンライトをありがとう。面白いな、この方ね、多分ね、私のねトレンドワードをね、私的トレンドワードをね、いつも名前にしてくれとるんよね。面白い。でん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 せっかくみんなと当たれてるのにさ、せっかくみんなと当たれてるのに私1位になれないんだけど。
ドゥ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 。次は28分12秒でーす。ドゥ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 。ポイントバトル、ポイントバトル、私20位にいるんだけど、ポイントバトル。ベー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 、ドンディンドディドゥドンディンディンドン。28分12秒です。あ、プチ断捨離です。大変ありがとうございます。土りそさん、ジルスさんだ、ありがとう。誰もなっちゃんを勝たせない。みんなガチじゃな、みんなガチじゃな。32分12秒の回で配信でやるのは終了します。でも配信終わっても続けるので、よかったら対戦しましょう。28分12秒です。207位でした。頑張ろう頑張ろう。ポイントバトル、すご。9位、たた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 。すごいな。大変ありがとう。絶対勝つから絶対勝つからね。いぶきさん、あもさん、ありがとうございます。ピン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 。トンネルしちゃったけどさなんだよね。ナイス。トンネルだよ。ありがとうございます。ありが忖度。1位。では次がラストですね。配信ではラストです。配信内の七並べはラストです。32分12秒、対戦しましょう。またね、またいつかやりますので、配信内でも。お、32分12秒です。
32分12分です。プチ断捨離さん、ドゥドゥン、あ、今日おすれ違いの日々だったって。大丈夫だよ、この後配信終わってからもやるから対戦しましょう。22時まではしないです。みんな12秒に集中しているって、ありがとう。ケンネルさん、ヤマジョさん、ともあきさん、ありがとうございます。まだまだね、10時までチャンスは何度もあるので、お昼もね、お昼のボーナスタイムも12時から2時の間やってるので、12時からお昼の2時まで4分おきの12秒でやってるんで、そちらの方でも当たりましょう。これ私ダメだ、手札がね、オーマイガーですわ、手札がオーマイガーでも。ナイスナイスナイス。テン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 来ると思った。ピャンピャンピャン。ピンチなそう。ピンチなそう。ピンチピンチ。3位でした。はーい。そう、なっちゃんパラダイスもね、なんかたくさんの方がゲットしていただけてすごい嬉しいです。ぜひぜひ対戦しましょうな。なっちゃん推しでぜひよろしくお願いします。対戦、最近おすすめのお菓子はありますかって。ね、松清のなんか糖質 0.7g みたいなパスタスナックがめっちゃ美味しいです。ペペロンチーノ味が美味しいんだけど、ちょっと今度はなんだっけ、なんかもう一個の味も食べてみたいと思う。ではでは、段順読みます。13位秋吉さん、ありがとうございます。12位リチャさん、ありがとうございます。11位西村さん、ありがとうございます。10位カルカンさん、ありがとうございます。9位イエローフィッシュさん、ありがとうございます。8位月影さん、ありがとうございます。7位ジョージさん、ありがとうございます。6位ジンジンさん、ありがとうございます。5位ジトクさん、ありがとうございます。4位しげさん、ありがとうございます。3位秀樹さん、ありがとうございます。2位殿下会さん、ありがとうございます。そして第1位は高弘マックさんです。ありがとうございます。というわけで皆さん今日もありがとう。では配信最後のあっち向いてほい、いきますよ。せーの、あっち向いてほい、上口並べ、10時まで10時まで4分おきの12秒で並べてますので対戦しましょう、この後も。それでは皆さん、今日も一日ありがとうございました。おーやーおーやーと言いながら、ドゥッテッドゥッテッドゥッテッ
並べちゃう。ウィー、おー、いいですね。ではおやん、10時まで4分間12秒でやってます。それでは、ツイッターもねこの後更新しまーす。おやすみなさい。 CM Now 今日発売されました。ぜひ特装版まだゲットしてないよって方は、受付中ですので、特装版そして通常版の方にも載ってるので、どちらともよろしくお願いします。